これはフェイスロックですね。とりあえずその三沢光晴の必殺は次々と出してるんですけどもね、落とせコールですね、ファンはね。ここで果たして落ちるか。いや、武藤が今度はローブの反動を利用するドライビングエルボー。これはね、ちょっと普通の人が食ったらまずいですよ。またカツラしかも取れてます。